小崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、半分終わりましたから、はい、楽天家だっていうね、はい、楽天情報あれあるでしょ。いや、あの、私今仙台にも住んでないんで、うん、そんなにあのないですね。ないですか。ないですね。どこ誰取るとかそういうの聞いてないですね。そうなんですか、うん、ちょっともう今ね違う球団にめっちゃ浮気していってますもんね、はい、そういうこと言わないですよね。ねちょっと、はい、浮気してるんじゃなくて、うん、そっち関連のお仕事いただくんで喜んでやってるだけです。あ、そうなんですか。そうです、そうです。さあということで、はい、楽天です、うん、だから去年のドラフト評価、はい、1位早川、ね、まあまあいいぞ、ね、うん、前半かーって言ってねちょっと苦しんで、はい、まあ今ねちょっとまた踏ん張ってるんだっていう、ね、でもまあ2桁ねできると思うんで。そうですね、うん、で続いてね2位が高田浩一、はい、法政大学、はい、ピッチャー、はい、一番ねちょっと投げてるとは思うんですけど3試合登板 1.35、はい、あれだね、危険球退場したよねいきなりが。あ、はい、そうかも。当ててな、はい、で2軍では、17試合先発 3.30 防御率5勝10敗、結構負けてるな。まあまあまあ、うん、で続いて3位藤井勝投手エネオス、はい、結構期待してたんだけどね、うん、1軍登板なし、2軍では16試合12先発 3.74、うん、4勝3敗、はい、まあまあまあ。内間投手は4位の、うん、結構投げてますよ1軍、11試合、はい、そんな結構じゃないちょこっとです、はい、俺30試合ぐらい投げてるのかと思ったじゃん。防御率 5.91、はい、2軍では24試合 3.68、 やっぱ去年のドラフトのやつ見てたけど、うん、やっぱ2軍で1点台だね。そうですね、うん、防御率、うん、それが1軍でも安定的に結果を出せる、うん、まあ指標、指標か、うん、指標、うん、はい、まあ絶対じゃないけどね、うん、まあ、そこが一つの指標かなっていうね、はい、続いて入江大輝選手、はい、仙台育英、うん、2軍で18試合1割8分2厘、まあまあ、まだこれからですね、まあまあここからね、はい、続いて、内青龍、うん、履正社投手、はい、2試合、まあ、体力作り、はい、で育成が石田、栃木ゴールデンブレーブスから、うん、13試合登板防御率 11.12、はい、ファームで13試合ですね、うん、で防御率 11.12、うん、はい、まあ、ここから頑張りましょう、うん、はい、そうですね、うん、さあということで、はい、全体の評価でいうと B プラスですね。 B プラス、まあ早川がね、はい、頑張ってるっていうところでしたけど、うん、まあその後がね高田ももうちょっと頑張ってほしかったなっていうところと、うん、藤井勝もエネオスね、この藤井の復活で都市対抗に出れるようになって、あの左腕というところで結構俺の中では期待したかったけど、はい、まあ来年頑張ってほしいですね。はい、そうですね、はい、さあということで、はい、でも一番90点で一番高かったから、ね、まあ、早川君取れたっていうところがねありましたからね。そうだね、うん、やっぱ B プラスだね、はい、だってあの O とか言うけどやっぱ広島が A だからね、やっぱ一人じゃ、そうか、広そうですね一人じゃやっぱ B、B 止まりだね。今2人以上活躍するとそうそうそうの A に行くっていうね、うん、はい、さあということで、うん、今シーズン、はい、ここまで今3位、1位と今1位と5ゲームだった、5ゲーム差かな、あ、1位と 5.5 ゲーム差、 5か、おー、なかなか厳しい状況に入ってきてます。おー、そうですね。で現在、はい、防御率 3.50、うん、パリーグ3位、うん、チーム打率が、2割4分6厘も3位タイ、っていうところで、うん、ホームランが少ないね、5位、ね、93。浅村選手がやっぱり例年ほど打ってないっていうところが響いてるのは、ホームランも少ないけどツーベースも少ないんだよね。だから長打が少ないよね、全体的に。確かに バッターとしてこうコンパクトな人が多いイメージ、うん、そうだね。で外国人のディクソン・カスティーヨが全く機能しないからね。今年は本当に和製で頑張ってますからね、うん、じゃそういったところで、はい、今年、うん、やっぱ楽天が取らなきゃいけないのは、はい、もう2つです。2つ ありますか。2つ、投手と右の野手です。はい、もう左ばっかりじゃん、はい、右も純正いないもんね。純正が結構あの他からこうトレードとかで、そう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 、はい、だからトレード取ってきても下鶴、うん、ね、和田蓮で横っていうのもね、定位置確保にもちょっとほど遠いし、あと、まあ、内田選手が、ね、うん、もうね座れないしね、はい、で岩見っていうところで、うん、お声選手が、うん、今頑張ってます、まあ、こう感じだね、うん、こうで左もだから長距離ヒッターいないよね。
いない全体的にですね。そうですね。だから左も茂木、うん、小深田、山崎、うん、で黒川、うん、島内、岡島で鈴木大地、はい、だいたい左ですね。あ、辰巳左です。あ、辰巳、はい、だ全体全員一緒だもんね。ま、そうなんですよ、はい、こうタイプがね、うんうん、だそういったところでこう、うん、アクセントないもんね。それ人の人っていうアクセントで、このなんかタイプのアクセントがないから、あ、まあ、そこでやっぱり右は絶対言うね。確かにこう西武のおかわり君とか山川選手みたいな、うん、なんかそういう大砲系がずっと欲しいとは思い続け、うんうんうん、でそれとやっぱ投手陣はもうちょっと高年齢化が進んできてるんで、はい、涌井マー君、岸と、うん、でいうところで、はい、まあ、ピッチャーも取っていかないと、うん、まあ、滝中、まあ、石橋、西口、はい、まあ、頑張ってるけどね、頑張ってるけど、はい、その右ピッチャーたちも頑張ってるけど1年間ローテーションではなかなか回れないじゃんね。そうです。なかなかあの高校出身のピッチャーは最近出てこないいるんだけどね、っていうのが取ってるのもね、鎌田とかね。あ、そうですね、うん、うん、あとあの藤平とかね、なかなかそこら辺がね、はい、育ってこないっていうところが、うん、なかなか厳しい状況でね、はい、まあ、今年はやっと安楽が後ろに回って、はい、でも今松井裕樹いなくなってちょっとバタついてるっていうところもあるし、はい、うん、でもまあピッチャーと内野だね、はい、内野ちゃん、あの外野の右バッターですね、うん、そう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 、はい、でそう考えた時に、うん、じゃあもう多分ね、俺楽天は知ってんだよ。あ、知ってますか。そう、ドラフト1位誰か、うん、私知らないのにな。知らないの。知らないのに、ま、この人かなってのありますよ、うんうん、まあ、知ってるっていうか、まあ、俺の予想だけどね、はい、はい、ということでじゃあお願いします、はい、第1回選択希望選手東北楽天佐藤俊介投手、筑波大学。はい、だと思いましたよ。だって仙台だよ、はい、宮城出身だからね、はい、地元だし、うん、しかもね、今年の左腕の中ではもうトップクラスっていうところで、はい、うん、でまあ左ね、はい、あの先発ちょっと早川しかいないんで、うん、まあ、そういったところではね、まあ、だから過去ドラフト1の森とかね、はい、まあ、そこら辺もうまく育ってきてないし、うん、まあ、塩見、唐島っていうところももうちょっとこう年齢も来てるしっていったところでね、うん、まあ、もう一枚左がね、はい、でリリーフの左もいないから。そうですね、まあ、いたけどね、今ちょっとあの読売って言っちゃってるしね、はい、高梨さんですね。で今ちょっと鈴木空選手っていうね、あ、そう、あ、この前変わって打たれちゃったね、はい、あのもやに、はい、そうですね、うん、まあ、そこら辺は育っていくとしても、うん、まあ、やっぱりだすぐやっぱ結構欲しいやろ。そうですね、和久さんもちょっと優勝もなかなか厳しいと思うね、うん、ここから本当に6連勝ぐらいしないと、はい、まあ、あの今日収録してる週末がねロッテの3連戦だけど、まあ、最低でもそこ3立て必須だね、はい、まあ、それがねこれが出るときにどうなってるか分かんないんだけど、はい、でもまあ、うん、またでソフトバンクが調子いいから。そうなんですよね、またこう B クラスもありえるじゃん。しかも、はい、だから、うん、やっぱすぐ欲しいやろ、育成じゃないやろ和久さんも。確かに、いや私も高校生ピッチャーいいかなと思ったけど、やっぱりそうですね、ちょっと育成そ状況がね、はい、そういうこの歴史的な状況と今の状況も踏まえて、はい、その俺も高卒でもいいかなって思うけど、そんな余裕ないやろ。そうです、ね、やっぱすぐ欲しいやろ、即戦力欲しいですね、すぐちょっと結果が欲しい状況にあると思うね、はい、俺はその楽天っていうチームに、はい、で考えたら、うん、仙台地元、はい、佐藤君かなっていうね、うん、じゃあもうサウスポー連続で、まあ、そうだね、2年連続で多分いくんちゃうかって思う、うん、でも、はい、やっぱ右の、うん、打者も取った方がいいと思うね、はい、でそうなった時に、うん、まあ、楽天に、まあ、おすすめの選手はですね、はい、まず大卒でいくと、うん、慶応の正木選手、はい、スラッガー、うん、外野ね、うん、はい、でそこと駒澤の鵜飼選手、はい、大学生でいうとね、うん、で高校生でいうと昌平高校の吉野選手、はい、ね、あっていうのもおすすめだし、うん、あとはこの、千葉学芸高校の有園70ホームラン、肩も強いらしい、守備の。で、あ、もともとこの有園君はピッチャーやってたらしくて、はいはい、でそのピッチャーを監督投げさせたいんだけども、うん、本人がもう野手一本で勝負してプロ行きたいっていうところで野手専念してて、うん、それでいいところの成長してるんで、この有園君っていうところもね、うん、いい選手なんですよ。へえ、185センチ95キロ、そうそうそう、もう体仕上がってるから、ね、仕上がってますね。そうそう、昌平高校 の、はい、あの吉野君はまだちょっと細柄で、はい、これから超力つけていってっていうところだけども、うん、俺はこの4選手を楽天にお勧めしたいね、うん、ぜひいいですね、うん、はい、楽天にお勧め選手いないの。いや、本当はもうぜひとも入ってほしい選手がいたんです。誰ですか。我が、うん、静岡高校のエース、うん、高須博正君という子がいまして、うん、192センチの長身から、うん、
あの静岡の県大会無失点で甲子園まで行ったというエースがいるんですけど、いいでプロ選考届け出さなかったんです。あ、そうなの。はい、まあでも静岡でしょ、はい、じゃあ頭いいから進学して、でまたこう大学野球で頑張って、はい、でまたじゃ4年言っといた方がいいよ。4年後ひょっとしたら俺の、はい、あの墨田区みたいに、はい、西日本工業大学の、はい、墨田区みたいに、うん、今ちゃんと言っとくと、はい、4年後、うん、ほら高校の時から目つけてたって。あ、確かに言えるから4年。あ、彼は、うん、いずれは絶対にプロに行きたいって言ってるんですよ。そうなの、はい、じゃあ4年後だね。あるね、4年後、うん、見ててください。あ、もし、うん、今年だったら結構下位の方だったかもしれない、うんうん、でも4年後だったら1位いける。俺の墨田君パターンだね、はい、あの時も多分下位だったけど、はい、4年後1位だからね。1位、高須君見て、日刊スポーツ、うん、今墨田君こういきなり一番でかく来てるからね、左の中で。本当だ、佐藤君よりでかくなってるから。へー、来ましたね。そうそう、俺は4年前からいいって言ってたんだから。すごい、スポーツ内閣で何回も言いたい。誰も覚えてないけどっていう。いや絶対覚えてる人いるでって。じゃあ4年後、うん、私が、うん、だ静子のなんだっていう名前、静子の高須博正君。高須君ね、高須君、これは 見ときたいね、はい、この動画が証拠だからね。も 俺もその時 YouTube やってなかったから ねやってたら俺の墨田君も言ってたんですよ、ほらちって差し込んでできるのに、ね、できる。そうですね、じゃあ4年後期待だね。はい、4年後ぜひね1位でいけると思います。まあでも楽天にはね、このまあピッチャーの佐藤君と、うん、あとはやっぱり右の野手だと、この4人をね、はい、おすすめしたいなっていう、ね、はい、ところはあります。下はどういう構成ぐらいがいいですか。まあでもピッチャーはあと高卒もね、袴田さん言うように取っときたいですよね、うん、でもやっぱそのビッグ3、4ぐらいはやっぱ取れないと思うんだよね。3位、4位には残ってないと思います、ね、そういったところでね、うん、あの昨年ね、その育成でも、はい、独立リーグから、はい、取ってるっていうところで、うん、おすすめ選手います。お、はい、日野国サラマンダーズの、石森大成投手。へー、はい、こちらね、おすすめしたいですね、はい、あ、どうするんですか。はい、いいピッチャーらしいんだよ。あ、そうなんですか。そうそう、詳しいことは聞かないで。いいピッチャーらしいんだよ。じゃあぜひ。そう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 、日野国さん。サラだから。アナウンサーでしょ。俺は間違えてもいいけど、アナウンサー。ちょっと今の怒られちゃうから。うん、日野国サラマンダーズですね。サマって言いたくなるよね。はい、サラマンダーズ。サラマンダーズの。ああ、はい、もうね、あのいいピッチャーみたいなんで、はい、ここら辺もね、おすすめしたいですね。うん、そうですね。はい、ぜひ。そうですね。いや、楽しみですよ。多分佐藤、あと抽選だからね。うん、多分佐藤君は多分抽選。でもなんか今年の、はい、いろんな話によると、あのその飛び抜けてすごいっていう人たちがやっぱ少ないらしいのね。はい、うん、もう超一流みたいな。はい、でも平均的にいい選手がいっぱいいるから、うん、多分抽選になってもばらけるから、はい、多くても3球団ぐらいまでちゃうかっていうとか。そうですね、うん、結構単独指名多くなりそうな予感、うん、だからそこのドラフト1位の駆け引きはすごい重要だと思うし、うん、はい、そのばらけちゃってこのくじが少なくなっちゃうと、はい、欲しい選手がもういなくなってるから、そこら辺の駆け引きね、うん、結構面白いと思うので、はい、ぜひ注目してもらいたいですね。ドラフト楽しみです ね、はい。